島のブルースだっけ、うんうん、島のブルースは沖縄だっけ、沖縄だっけ島のブルースって、うん、三沢明美さん歌うじゃん島のブルースね、うん、歌ってみる、もう一回歌ってみる、うん、ありがとう歌えるかな、ありがとうありがとうね、歌ってみる、ありがとう。甘みなじかがしゃソテツの影で泣けば幽霊へ回すサネンバナヨーと長い黒鏡島娘島娘よ。次は何だっけ、着せてあげげたない大島紬忘れられ長いあの瞳よ、長酒一筋島娘島娘よ。ありがとうね、沖縄の歌だよな島娘、違う、ちょっとね治ったわねって、ありがとう、パチパチって、ありがとうありがとうね、うん、パーナちゃんパチパチこちら、あ、いちごありがとう、いちごありがとう、ありがとう、みんなパチパチありがとうございます、ありがとうございます、声がよく出ねえけどごめんねごめんね、うん、ありがとう、一平おちゃん、一平お茶飲むかね、ちょっと飲むよ、白湯飲みます、白湯飲みますかね、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、何ウキギラいなのって、にゅーちゃん、よしえさん、手もかわいいねって、ありがとう、あにゃんにゃんちゃんパチパチ、キューピーちゃんお茶タイム、あいったーんって、そうだよね、喉乾くよね、ブーさんリュウエイって、パーナちゃん歌手は喉を潤わせない、潤わせない、ねって、そうだよね、潤わせないと歌えないね、歌って簡単だけどさ歌いても疲れると思うよね、ブーのプーさん、朝なら朝ならってね、木村めいちゃん、白湯に梅干しと蜂蜜美味しいよって、美味しいよ、うん、あちくわちゃん、朝ならってね、あ、バーナちゃん、朝ならってね、朝なら面白いね、朝ならって意味があるんでしょうね、うん、プーさんのね、プーさんね、プーさんね、私と老人ホームに一緒に行きたいんだって、デイサービス、うん、私とねデイサービス行きたいんだって50年後に、うん、プーさん若いからさ、私50年後もいないよ、うん、プーさんデイサービス行きたいなってね、私と行きたいんだってプーさんね、サトスさん最近の若い方の歌よりってね、ありがとう、ありがとう、あと5分で延長だよって、ありがとう、にゅーちゃん大丈夫かい、ふわっちいちごフレンズありがとう、ありがとう、にゅーちゃん大丈夫か、大丈夫か、にゅーちゃん破産宣告になっちゃうの大丈夫かい、ありがとう、にゅーちゃん、お前がお前がお前がアラクの先生、アラクじゃねえ、あ、お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、さんまさよし、いちごフレンズ、いちごフレンズ、ありがとうございます。ありがとうね。にゅーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。
ありがとうね。にょあにょちゃんこないだからってね。にょちゃんよしフレンズお前がってくりまんじゅうさん。にょちゃんいちごパチパチ。木村舞ちゃん笑う。パーナちゃん。あらくのちくわをだってねねアラブのちくわをじゃなくて、アラブの石油王じゃなくアラブのちくわをだって言ったよね、こないだね。もうさん石油王パチパチってね。クリマンジュさんあらく笑うってリアルキューピーちゃん、自分のご褒美しっかりしてねって。ありがとう。ありがとう、パチパチ。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。なんだよ。今日割と閲覧が多いんだね。いつももっと少ねえよ。よかったよ。ありがとう。ありがとうだよ。まあまあだよ。こんなにないよ、いつも。今は、あれかな。有名な人やってねえかな。ありがとう。でもナイスじゃないからね、大丈夫だね、ありがとう。パーナちゃん、間違えた。リストを作れるわねって。そうなの。アナナシのふわっちくん、ハートいちごプレゼントって。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。リアルキューピーちゃん。昨日は信号とかぶってたからじゃないって。そうだね、そうと閲覧少ないよね、そうだよ、それはある、キューピーちゃんの言う通りだ、本当だね、50いくつしかなかったよ、ね、今日はあるよ、パーナちゃん何、ありがとう、いちごありがとう、いちごありがとう、ありがとう、ありがとう、モーさん、なにこれ、また、モーさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、お前がって、ありがとう、フラー先生、ショートケーキ、ありがとう、ありがとう、モーさん、ありがとう、これはなんだって、ありがとうみんな、ありがとう、お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマサヨシ、ありがとうございます、ありがとうございますね。ありがとう。栗まんじゅうさん。あ、こちら。いちご。ありがとうございます。ありがとうございますね。ちくわちゃん。食いてーってね。食いてーって。そうだね。食いたいね。おいしそうだね。なんかさ、でっかいパフェに花火ピクピクピクって飛んでて。うまそうね。ありがとう。パーナちゃん。めったー食えよって。ありがとう。ありがとう、パーナちゃん。ショートケーキ。ありがとうございます。ありがとう。パーナちゃん、大丈夫か？大丈夫か？心配するよ。パーナちゃん、大丈夫かい？気をつけてよ。で、ありがとう。ちくわちゃん、なんですっかりこりゃーってね。なんですかこりゃーって。リアルキューピーちゃん、今が旬だ。1月って。またパーナちゃん大丈夫か、困ったな。パーナちゃん昨日使い果たしたって言ってた。どう大丈夫パーナちゃん。ありがとう。ありがとう。ありがとう、パーナちゃん。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマサヨシ、いちごフレンズ、いちごフレンド。ありがとうございます。ありがとうございますね。パーナちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。また、パーナちゃん大丈夫か？パーナちゃん、やっぱり信号よりヨシエさんに投げたいわって。ありがとう。ありがとう。ショートケーキありがとう。ありがとう、パーナちゃん。ありがとう。ありがとう。サトスさん、ありがとう。こちら、いちごありがとう。サトスさん、ありがとう。スイクワちゃん、すげーって、ありがとう。サトスさん、ハートイチゴプレゼントって、ありがとうございます。ありがとう、サトスさん。ありがとうございます。ありがとう。リアルキューピーちゃん、ボーナスタイムって、
ありがとうね。モーさん、パチパチ。うん、木村舞ちゃん、佐藤さん、さっきは、勘弁、何、勘違いして、ごめんねってね。うん、そう、佐藤さん、あれだよね、初コメさんだよね。ね、ありがとう。ありがとうね、初コメさん。佐藤さん、ありがとう。くりまんじゅうさん、いちごってね、気にしないですよ。皆さん、おやすみなさいって。ありがとう。あ、もう、あれですね。お時間こんなだもんね。もうね、ゆっくり休んでくださいね。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。ちくわちゃん、また来てねってね。また来てねってね、ちくわちゃん。ね。佐藤さん、ね。うん、パンダちゃん、アンチが多いから、警戒しちゃうのよ。ね。泣くってね。そうね。リアルキューピーちゃん。よし。6月からナイスやりますってね。そう。うん。そうだね。うん。ナイス頑張るよ。うん。でも今強いね。うん。なんだっけ、あの、イカルドさん。今日やってたよ。うん。イカルドさん頑張ってるね。うん。だってさ、明日だよ。明日もう締め切りだよね。うん。10日だからね。いやー、今日頑張って1位を獲得するよ。もうすぐだでって。ありがとう。ありがとうね。うん、ね、イカルトさん強いね。今日もやってたよ。うん。明日でだってもうね、10日締め切りだもんね。そうだよね。うん。いや、イカルトさん強いよ。ね。うん、すごいね。うん。ありがとうね。私も頑張らなくちゃだね。ほうとき、ね、ちくわちゃん、ビッグママって、よしーって、ありがとう。ありがとうね。私、ビッグママ。ありがとう、ちくわちゃん。イカルドさん、よくやってるねって。そうだよ。モーさん、よくやってるね。最近よくやってるよ。うん。あ、人気あるよ、イカルドさん。うん、今日も結構行ってたよ、ナイス。うん、なんかね、今までより頑張ってるよ。うん、すごいね。うん、今順位どうなってるのかな、わかんないけど、順位はどうなってるの。イカルドさん1位でしょうね、多分。うん、もうさ、レイコさんがいねえからわかんねえな。レイコさんよく教えてくれる。うん、もうさ、いつでもやってる気がする、笑うって。そうだよね。おむすびまるちゃん。イカルドさん、人気すごいね。本当だよね。そう思った。ああ。ね。お料理とおしゃべりだよね。うん。おしゃべり。うん。リアルキューピーちゃん。また貧血で倒れないか。心配だよ。汗って。本当だよね。ナイスするとね。長時間やるからね。うん、私は惹かれちゃうからね。惹、うん、かれる数が多いから、結構やんないと、惹、うん、かれる分がね、うん。本当だよね。100ぐらい惹かれちゃうもんね、ナイスね。惹、うん、かれなきゃ十分なんだけどね。うん、全くね。うん、あ、イカルドさん、すごいね、人気がね、今ね。あ、イカルドさんにナイスしましたって。うん、どうぞ、ハチネさん。うん、どうぞ。ハチネさん、今1位誰？明日で決まるんだよ。1位イカルドさんでしょうね。ね、レコさんがいるとよく教えてくれるけどさ。モーさん、170とかって。あかんねえ。ありがとう、クリマンジュさん。女性1位、イカルドさん。2位、中嫁さん。3位、デコルト姉さん。そうなんだ、ありがとう、クリマンジュさん、ありがとう。うん、あ、中嫁さんも強いね。うん、お父さんがベッドを燃やした人だよね。そうだよね、すごいね。そんでさ、4位はさ、天然さんの嫁さんって言ったね、この間ね。変わってないね、絵はね。4位が天然さんの嫁さん。天然さんはさ、あれでしょう、ナイスなくなっちゃったんだよね。だからね、うん、すごいね。うん。
姉さん、あんな頑張って3位、うん、姉さんもね、うん、ちくわちゃん、ナイスってね、八姉さん、そうねってよ、うん、やるキューピーちゃん、中嫁さん、来てるねってね、そう、うん、どんなよ顔してるか知らないよ、私、うん、モーさん、イカルドさん、すげーやーって、すげーね、うん、あー、イスマルコちゃん、ヨシエさん、こんばんはって、いつもありがとう、ありがとう、ねねちゃん、男性は、エビゾーさんって、あ、エビゾーさん強いね、ありがとう、ねねちゃん、にーわー、こまいさん、パルパルの順だね、そうな、すごいね、うん、あ、こまいさんは、なんか、ベトナム行ってるよね、うん、ほいでさ、うん、なんだっけ、なんか、博打やって、金がなくなっちゃったみたいね、うん、ほいで、帰ってくる金がなくって、今、ナイスで稼いでるみてよ、うん、痩せちゃったね、こまいさん、ここ、すげえ痩せちゃった、うん、お金溶かしたんだって、ね、もったいないね、うん、すごい、ね、あ、ねねちゃん、ありがとう、エビゾーさん強いね、やっぱりね、うん、こまいさんが2位だ、パルちゃん、パルちゃんが3位、すごいね、パルちゃん好きよ、私、優しいから、うん、パルちゃんいいよ、うん、すごい優しい、うん、ね、こまいさんは痩せちゃ、こまいさんもさ、養分さんがいつも強かったんだよね、うん、2位ぐらいでか、3位、うん、こまいさん、まあ、ナナちゃんと一緒にいたかんね、ずっとね、あれから人気出ちゃったよ、ほんとだよ、うん、ナナちゃんと一緒にいたら、こまいさん人気出ちゃった、うん、ねねちゃん、さっき、ボーナスタイムの時に、って、ありがとう、ありがとう、ねねちゃん、ありがとう、お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマサヨシ、ありがとうございます。ねねちゃん、ありがとう。こちら、あと1号フレンド、1号フレンド、ありがとうございます。ありがとう。ねねちゃん、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとう。ねねちゃん、ナイスってね。パナちゃん、ねねちゃん。おーい、すまるこちゃん、お前が、お前が。クリマンジュさん、ねねちゃん、よしえ、フレンズ。お前がパチパチって、ねねちゃん、ボーナスタイムの時に遅れなくてごめんね。とんでもない、とんでもない。うん、ね、うん、ありがとう、ねねちゃん、ありがとうございます。ありがとう。うん、ああ、教えてもらってありがとう、いろいろね。うん、ああ、すごいね。海老蔵さん強いね、うん。ね、コラボしないもんね、あの人ね。うん、海老蔵さん、いつも1位じゃないね。2位が駒井さん。ね。3位がパルちゃん。うん、パルちゃん、いいよ、うん。優しいよ。ね。パルちゃん、優しい、うん。ありがとう。フラー先生、ねねちゃん、気遣いの人だね。そうだね、フラー先生ね。うん、ほんとね、うん。にゅーちゃん、パチパチって。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ね。うん、ありがとう。パーナちゃん、本当にいつも優しい。ねねちゃんってね。そうだね、パーナちゃんね。うん、リアルキューピーちゃん。そういえば、今日はうちもカード代、すごいよって。頭痛い。汗って。本当、うん。あ、そうなん。リアルキューピーちゃんもカードで買ってんの、うん、そう、楽天かな、うん、カードね、カードだとついつい使いすぎちゃうね、ね、うちもそうだよ、うん、ねねちゃん、フラ先生、パーナちゃん、みんな優しい人よってね、ほんとだね、うん、みんな優しい、うん、ほんとだね、うん、キューピーちゃん、私じゃなく相方さんだって。あ？相方？何？私じゃなく、相原のこと。うん、相方、うん、さんだって。あ、そういう意味、うん、
王子買い物今日行かねえよ、うん、なんかね一回行っただけで寝てたずっと、うん、ありがとう相方ってリアルキューピーちゃんの一緒にいる人、うん、ちくわちゃん笑うってよ皆様優しいよってフラー先生ちくわちゃん旦那さんじゃないってあそういうことだね、うん、キューピーちゃんのね、うん、相方だからねねそうだよね相方だもんね、うん、俺相原と間違えちゃったよ相方ってねそうだよ何キューピーちゃん結婚してるんパートナーのことあやっぱりねそうか、うん、キューピーちゃん結婚してるんパートナーだからそうだよね金遣い荒いのかキューピーちゃんもかわいそうだ、うん、私と同じようだね、うん、大黒柱だもんね、うん、超笑うってね、うん、リスナーさんとヨシエさんのことってねクリマンジュさん、うん、超笑うってチコちゃん大黒柱キューピーちゃんって本当だよね、うん、パーナちゃん相方って言い方ってかっこいいってそうだね、うん、相方ってかっこいいね、うん、船方よりいいよねおーい船方さん船方さんよっと歌してる土手で呼ぶ声聞こえるかいってねあの南春夫さんの歌、うん、相方っていうかっこいいね、うん、クリちゃん褒めすぎだって笑うって、うん、ってキューピーちゃんがマルコちゃんってちくわちゃんなーにこれ番組なんかわかんねえなんだこのマークは、うん、わかんねえパーナちゃんニューちゃんおねーねーだってってそうなの、うん、ニューちゃんありがとうありがとうねゆっくり寝てねニューちゃんさ明日東京帰るんじゃないね、うん、ニューちゃんありがとうありがとうゆっくり寝てねありがとうニューちゃんありがとうありがとうね、うん、ありがとうニューちゃんお母さんと一緒に寝るわらおやすみってそうだよお母さんと一緒に寝た方がいいわよいい子ねありがとうニューちゃんゆっくり寝てねありがとうありがとうね、うん、お母さんに甘えてね、うんお母さんも喜ぶよ、うん、ありがとうニューちゃんありがとうゆっくり休んでねありがとうパーナちゃん明日信号枠で無理しないでよ泣くってそうだね本当だねねねちゃんアラブの石油王ちゃんねねこねねこねねこよってねそうだねねんねこねんねこねんねこだよねアラブの石油王だよね19だもんねすごい明日東京行くお金あるかしら困るわニューちゃん帰らないと困るわよねグリマンジューさんニューちゃんお母さんとグッナイベビーだってねそうだね、うん、お母さんとね、うん、私もね中学3年ぐらいうん、頃うちの父親と寝てたよ、うん、そういつも、うん、母親じゃなく父親と寝てたね子供の頃、うん、変わってるね、うん、ちくわちゃんねんねこねってね、うん、そうねんねこくりまんじゅうさん残り15分だよってありがとうありがとうねありがとうあ15分ありがとうねありがとうあ親っていいもんねいくつなってもね、うん、あ愛するまるこちゃん仲良しですね本当だね、うん、にゅーちゃんはさ女の子だからお母さんといいよね、うんうん、私の場合は父親と寝てたからねリアルキューピーちゃん父ちゃん大好きっ子よしえって
そうだよ、うん、父ちゃんと寝てた、うん、中学3年ぐらい、うん、おばあちゃんは誰、おばあちゃんは誰と寝てたんだろう。あの時記憶ねえんだけど、おばあちゃんもいたよ確か、うん、いたんだよ母親も、うん、おばあちゃん確かいたよまだ、うん、私が中学の時は両親は丈夫だったもんね。そうだよね、うん、本当だよ、うん、まあ、ありがとうありがとう。にゅーちゃんね、明日東京へ帰るんでしょうねきっとね、うん、ね、多分お仕事だよ。にゅーちゃん頑張ってるね、ね、うん、大丈夫かなにゅーちゃん。あ、パーナちゃん、母ちゃんはのりこさんとって、そうかもね、うん、そうだね、私が中学だから、そうだよね、のりこは3つ下だもんね。そうだね、うん、のりこは母ちゃんと寝てたんで、きっとね、うん、だってお布団さそんなに透けないもんな、うん、4つも透けないよ、うん、あの4人だもんね、もっと部屋小さかったしさ、古いうちはね。そう、ちくわちゃん、のりこさんはビリン系だよねって、そうだね、どっちかっていうとね、うん、可愛いって感じじゃないよね、うん、美人系かも、ちくわちゃんの言う通り、うん、写真で見たもんね。そう、今おばあちゃんになったよ、うん、顔がね。そうだよ、うん、そうなんだよ、あ、のりこは、うん、写真で見たもんね、ちくわちゃんね。そう、ほんとだいね、いろいろあるよ、うん、兄弟でもね、似てねえな、うん、あ、勝ち気な美人だって、パーナちゃん、そうだよ、うん、勝ち気だよ、うん、あ、負けず嫌い、うん、しっかりしてるよ、うん、私すぐ泣くかんね、うん、泣いてるんじゃねえよって怒られる、うん、いつまでも泣いてるんじゃねえよって、人間は死ぬ時も生まれる時も一人だよって、うん、怒られて、うん、私泣くんだよすぐ。妖精さんは可愛い系だんべなって、ありがとうちくわちゃん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ああ、ありがとうね、まったくいろいろあるね人生、うん、良いキラキラさんのアイコン、お人形が妖精さんに似て可愛いって、ありがとうねねちゃん、ありがとう、ありがとうね、うん、うん、あれ私が作ったお人形だよねねちゃん、うん、あれかわいいね、パーナちゃん、のりこさんかっけーって、そうなの、なおちゃん前を向いてお母さんありがとう、よせさんかわいいですね、ありがとう、なおちゃん、なおちゃんありがとう、ありがとう、リアルキューピーちゃん、え、人形あったのって、そう、私が作った人形だよキューピーちゃん、男の子と女の子がね手つないでるやつ、うん、キラキラがね、それ人形サムネにしてる、うん、私が人形作ったのよ要塞行ってる時、うん、そう、あ、リンコちゃんいつもありがとう、よしえママこんばんは、明日朝早いので寝ます、体には十分気をつけてね、ママ、リスナーさん、おやすみなさいって、ありがとう、リンコちゃんありがとう、リンコちゃん、こちら、いちごありがとう、ありがとうね、ゆっくり休んでください、リンコちゃんありがとう、あ、こちら、ホーリースとガラー、ホーリースとグレインさん、ありがとう、ありがとう、風船、ありがとうね、ありがとう、ホーリースとグリーンさん、風船ありがとう、ありがとう、にゃんにゃんちゃんお人形を作れるのすごいわって、そう、うん、あん時作ったのよ、顔はちゃんとできてくるんよ、着物着てるの、プーさん、よしえさん明日7時起きですって、そうな、大変だね、大ごとだ、あ、大ごとだって、大ごとだよ、はねちゃん、よしえさんは寺、何、寺の富士に似てる、え、寺の富士、うん、相撲取り嫌だね、
私相撲取り嫌だよあんた、女で相撲取り似てんの恥ずかしいわよあんたねえ、ああパーナちゃんケーピーありがとうありがとう、リアルキューピーちゃんってパーナちゃんケーピープレゼントってありがとう、栗まんじゅうさんひどいねって笑ってしまった、笑うってね、そうだよね、ああ照ノ富士かい、うん、照ノ富士っつった、うん、そんな名前知らねえだよ私は、相撲取りに興味ねえから、うん、似てないよってありがとうありがとうちくわちゃんありがとうありがとうね、やだね、相撲取りに似てるんじゃやだよ、うん、恥ずかしい、うん、ありがとうありがとうね、うん、ありがとう、今日何時からって9時からやったんだよね、もう30分いいかい、みんな大丈夫かい大丈夫かい、ありがとうありがとう、アイスマルコちゃん調べたけど似てなかったですって、ありがとう、あ誰だよ笑うって、あかりちゃん似てないよって、照ノ富士だって、うん、照ノ富士、うん、相撲取りだよ、よしえさんべっぴんさんってありがとう、リアルキューピーちゃんいいよってね、ねねちゃん大丈夫だよって、うん、似てなかったってありがとう、パーナちゃん信号配信やってるかなって、やってねえんじゃねえ、うん、寝てるよ多分、うん、なおちゃんこちら検索してみたけど似てなかったですって、ありがとうありがとう、相撲取りじゃ嫌だよね恥ずかしいよ、うん、女で相撲取り似てたんじゃんどうしようもねえよ、うん、りんこちゃんちなみに今週土曜日よしみ町の母に会いに行けるんよって、よかったね、うん、土曜日、うん、そうあたしの唯一の楽しみ、ママ、うん、あさんおやすみって、ありがとうりんこちゃんありがとう、うん、ありがとう、うん、お母さんのね、私お母さんを見てるんだよね、私ね、うん、りんこちゃんお母さんに会いに行けてよかったね、うん、土曜日にね、うん、よかったね、うん、桜で混雑してて行けなかったんだよねりんこちゃんね、うん、いいよかったねお母さんに、あ会ってきてね、ね、お母さん待ってるよきっと、うん、ね、ありがとうありがとうね、うん、りんこちゃん一人で住んでんだもんね、うん、ね、いつもありがとうありがとうね、うん、よかったね、ね、うん、おやすみってね、ゆっくり寝てねりんこちゃん、ありがとうありがとう、あなおちゃんよせさんかわいいですってありがとう、なおちゃんもありがとう、いつもありがとう、ねねちゃんよせさんあに女性、よせさんに女性よ失礼ねって、そうだよねえ何よえまんこさん、よしえよかし健康に悪いぞって、ありがとうありがとう、あこちらいいねここいいねここありがとうありがとう、栗まんじゅうさんって何あかりちゃん笑う、パーナちゃん見えなくなっちゃったごめん、リアルキューピーちゃんおいおい笑うって、りんこちゃんよせママ見て寝落ちするよママって、ありがとうありがとう、りんこちゃんこちらいちごありがとうありがとうね、ありがとうりんこちゃん、ちくわちゃん笑うってね、ね、うん、あいろんな方来るね、うん、ね、うん、あ何湖ですねってね、湖ですねって、そうだね、うん、あそう子だからね、うん、湖だね、あしまる子ちゃんの言う通り、うん、さっきもいたの笑うってね、うまん湖だってね、そうそうだよ、うん、あ湖さんねってそう、名前笑うってお米ちゃん、うん、ねお米ちゃん笑うよね、うん、
臭いって書いてあるよ。ね、あ、湖だよ。臭い湖だって。ね、うん、臭い湖ってどういうのかな。うん、ね、面白いね。うん、ああ面白いね。いろんな名前の方来て面白いね。ね、本当に。ああ自分で考えるのこういうの。うん、ね、うん、かわいいね。うん、お米ちゃんはあれかな、かわいい顔してるよ、うん、ねねちゃん、よしえさん、ヨマナ相当してるのかなって笑って、うん、ヨマ相当してるのかな笑う、ちくわちゃん暖かくなるとね笑うっていろんな人来るね、うん、リアルキューピーちゃんにゃんこまみれって本当だね、うん、本当だよ、うん、ああ本当にゃんこだよね、うん、にゃんにゃんちゃん、にゃんこちゃん、ワンちゃん、うん、ばっかりで可愛いってね、ね、ワンちゃんばっかりってそう。ロンドンベルさん、ばあさんぬくくして寝ろよってありがとう、うん、ありがとうぬくくして寝るよ、うん、はつこめってありがとう、うん、はつこめさんありがとう、ありがとうね。ロンドンベルさんかっこいいね、ロンドンベルだってかっこいいね、うん、ベルちゃんありがとう、うん、ベルちゃんありがとうね、うん、ロンドンだねっていいね、うん、ちくわちゃん笑うって、うん、ね、ロンドンベルちゃんってかっこいいよね、うん、ねねちゃん、キューピーちゃんとちくわちゃんが一番インパクトあってかわいいよってね、あ、うん、かわいいね、うん、ほんとかわいいよね、うん、あ、ねねちゃんもかわいいよ、パーナちゃんもかわいいよね、うん、パーナちゃん、ねねちゃんもかわいいね、みんなね、ちくわちゃんね、うん、あ、リアルキューピーちゃんもかわいいよ、すごい、うん、ちくわちゃん来たとき、たまげたってね、うん、そうな、うん、にゃんにゃんちゃん、癒されるよねって、ほんとだね、うん、癒される、うん、ちくわちゃん、キューピーちゃんと似てたもんねって、そうだね、うん、似てたね、うん、ほんとだ、うん、キューピーちゃん、お顔ちょっと大きくしたんだよ、前はもっと小さかった、うん、あ、リアルキューピーちゃん、クリソツってね、クリソツって、そっくりってこと、うん、反対から読むのかな、うん、そっくりってことだね、うん、そうね、かわいいよね、うん、ほんとかわいいよ、うん、正解だってありがとう、ありがとうキューピーちゃんを、分かったよ、おばあちゃんでも分かった、うん、うん、逆に読んだ、うん、もうさん、今日は寒いよって、うん、寒いね、うん、火が焚いてるよ今日、うん、途中からね、うん、うん、ありがとうね、ありがとう、お米ちゃん、猫がいっぱいだってね、うん、パーナちゃん、マジ猫だらけ笑うって、にゃんにゃんちゃん、私もヒーターつけてるってね、うん、リアルキューピーちゃん、たまちゃん寝てるって、うん、寝てるよ、うん、そう、おじいと寝てるんじゃね、うん、ねねちゃん、お名前見ないとちくわちゃん、キューピーちゃんがわからなくなる時ある、あ、そう、ねねちゃん、うん、ほんと、あかりちゃん、猫好き多いだってね、うん、あかりちゃん、くりまんじゅうさん、まんじゅう肩身狭い泣くってね、うん、ね、うん、もうさ猫ってね、うん、ね、うん、あ、もうさ猫ね、パーナちゃん、くりまんじゅうもつやがあってかわいいよって笑うってね、うん、艶があってかわいいよね、うん、
うん、艶あるよね、国まんじゅうさんね、うん、あれ割れてるからさ、あんこがはみ出てるけど、うん、ね、丸丸だと艶あるんじゃない？ね、まん丸だと茶色でしょ、うん、ね、うん、クリちゃん、フラー先生、もういいよってね、綺麗なマンコ、マンコは沖縄にある星型県民の憩いの輪だから、いやらしくもなんともないぜ。読み方はマンコ、マンコって、うん、ゼロマンコ、うん、お米さん、なごにゃんっていうおまんじゅうあるねって、そうなん、うん、ちくわちゃー払いたー言わらうってね、うん、ね、あかりちゃん、北極狼自分だけだなって、そうなん、うん、狼あかりちゃんは、うん、キューピーちゃん、おおーいって笑う、あ、連休した今汗って、うん、栗まんじゅうさん、全湖に待ってかれる、笑うって、うん、あかりちゃん、よしえさんやばいよ、笑うって、パナちゃん、いやらしくてもなんともないぜ、かっこいい、笑うって、そうだね、実際にあるとこじゃね、うん、あるわね、うん、うん、変な意味に取らなければね、パナちゃんね、うん、ねねちゃん、あかりちゃんのはかっこいいよってね、うん、あかりちゃんかっこいいよってね、ねねちゃん、うん、そうだね、うん、かっこいいね、あーすごい、ねねちゃんありがとうってね、うん、ありがとうね、うん、いろいろあるね、うん、あかりちゃんあれだったもんね、うん、あれあれなんだっけ、デイサービスの行ってるんだよね、お仕事ね、うん、いろいろお話ししたもんね、うん、そうご夫婦で働いてるって言ったよね、うん、ちくわちゃんシーンって言わなかったってよ、シーン、うん、今本当今じゃねえやね、ちんじゃねえ、うん、私の腹が鳴ったのかな、うん、私の腹が鳴ったのかな、多分グーじゃなかった、なんか音しなかった、したような気がする、うん、なんかね、チーンってね、うん、あ、なんかね、うん、チーンってしたよね、確か、うん、誰か来たのかな、アイスマルコちゃん、って確かしたよ今チーンって、うん、私の知ってる人がね亡くなったのよ、うん、今日ね隣の人が言いに来たのよ、うんうん、仏壇鳴らすやつってね、そうそういう音だったね、うん、お仏壇じゃないのよねって、そううちは誰もいないよ、うん、なんかねうちの近所の人亡くなったんだって、うん、隣の人が言い来てね、うん、そう心霊ですかって、そうね、うん、すぐ近所なのよ、それ、うん、でもねもうねあれだって、うん、じゃあよく遊び来たから来たのかな、凛の音だって、本当そうだったね、うん、前もチーンってね、あったね、え、みんな聞こえなかったかい、聞こえた私、うん、遊び来たのかな、うん、ね、うん、もう終わったみたいよ、うん、あの葬儀はうちうちでやったみたい、うちのお墓のすぐそばなのよお墓が、うん、でもどうしたんだろうね、こっちにお墓に入ったのかわかんないよ、うちのすぐそばだよ、うん、ミサママは配信者だって、そうなん、キューピーちゃんミサママ、うん、そうなん、うん、もうさうちで亡くなったの、そうじゃない、
娘さんとかどっか行ってたみたいよ、うん、お家は空空きだよ。お家はね、二階屋の大きいお家だけど誰も住んでない。もうお父さんもあそこへ入ってる施設、うん、娘さん二人くれちゃった。二人くれちゃってね、うん、ご夫婦でいたんだけど、うん、旦那さんは施設へ入っちゃって、奥さんね、私と同じデイサービス行ってたのよ、うん、だけどね、途中から来なくなっちゃって、うん、娘さんが連れてったんかな、うん、了解ってリアルキューピーちゃん、音をしたよね、チーンってね、変えました。ああ変えました、笑う。あ、本当だ、モーさん変わったね、うん、サムネ変わった。うん、どうしたもうさ、うん、変えましたって、うん、分かるよ、うん、変わった、うん、ねねしやさん、よせさんこんばんはってね、フラー先生用事してましたって、うん、そう用事あるよフラー先生、ありがとう、ありがとうね、用事してくださいね、うん、もうさよせさんよって、私これ、うん、そうなんもうさん、私目が悪くて見えないよ、うん、そうなん、ありがとう、うん、リアルキューピーちゃん前もしてなかった、チーンってね、うん、ねねちゃんよせさんアイコンだって、そうなんもうさんが、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、ちくわちゃん、コツはいいねって、コツはいいねってね、うん、怖いねってことかさ、うん、フラー先生もっちゃんよしえさんアイコンだよってね、もっちゃんってね、うん、もっちゃんじゃない、もっちゃんね、うん、私のアイコンありがとう、ありがとう、しねめ、うん、ねみ、うん、ね、うん、ねめしやさんよしえさんすいませんでしたって、そんなことないよ、うん、モーさん、玉の画像なかったって。玉の画像、うん、うん、あったよ、玉の画像、うん、あるよ、玉ちゃんの、うん、ある、うん、ねねちゃん、ご挨拶にチーンと来たのかなって。うん、そんな気がするね、うん、よく遊び来たよ、前、うん、そう、ね、うん、綺麗な人だったよ、うん、すごい美人さん、うん、一緒にね、行ってたんだけど曜日は違う、うん、向こうは水曜日だったデイサービス、私は木曜日、うん、もうさ夜更けに、うん、混んでもってね、そうだね、うん、リアルキューピーちゃん、ちょっと怖い、連れてったとかってね、そう連れてったと、連れてったとかってね、ちくわちゃん、ってね、そう、お墓ね、どっち入ったんだろう、自分家のお墓はうちのお墓のそばだよ、娘さんが連れてったんだよ、面倒見てた、だから娘さんお墓ないと思うよ、二人いやいや娘さんいたけどお嫁にくれちゃったんよ、ほんでお父さんはもう老人ホームが入ってる、旦那さんは、うん、お母さん娘さんお墓ないと思うよ、うん、多分こっちのお墓じゃない、うちのそばの、くりまんじゅうさん、おそぎゃーって、ちくわちゃん、ってね、うん、ちょっと怖い、連れてったとかってね、そう怖いね、うん、妹に電話したんさ、だから今日ね、うちの近所の知ってるでしょって、知ってるよって言って、妹が、うん、なお妹はね、誰でも死ぬんだよって言った、うん、誰だって誰だってみんな死んじゃうんだよって、私は人のことより自分の精一杯自分で生きてるよって言ったよ、妹強いね、マサオさん、ばあちゃん、春日ってありがとう、ありがとう、
KP ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、信号始まった。始まったん。本当？本当？あかりちゃん、信号さん、ワッチ始まったって。そうなん。ねねちゃん、四十九日まで魂はこの世にいるものねって。本当だよね。うん。本当だ。うん。ここにはいなかったけどさ、娘さんが連れてったんだかどうかね。うん。多分ね。うん。ああ、栗まんじゅうさん、今始まりましたって。そうなんだ。寝て起きたんだね。そうか。うん。そうなん。ありがとう。うん。じゃあこの枠で、今度終わったら信号飲みます。よっさんもやってる？うん。よっさんも見るよ。うん。ありがとう。ありがとう。ね。うん。今始まりましたって。そうなんだ。うん。ありがとう。ね。なんかね、あ、うん、パーナちゃん、マジかよ。慎吾さん始まると怖い、笑うってね。そうだよね、パーナちゃんね。うん。ほんとだよね。そうな。うん。ああ、そう。どうしたんね。あれね、寝て起きたんかい。よっさーもやってるよって。笑うって。そうなんだね、ちゃん。うん。じゃあまた両方見なくちゃだ。うん。もうさーん、ほんまーや。いろーじろ、よせさんに似てるって。ほんと？うん。ほんまや。いろじろ、よせさんに似てる。ありがとう。ありがとう。あかりちゃん、しんごさんに挨拶したら、ちょーりすーって言ってくれたよ。そうなん。チョリス、うん、そうなん、うん、リアルキューピーちゃん、シンゴのスマホの通知とか言ってなかった。チーンってね。そうだよね、うん、そうだったね、うん、やだね、チンはね、うん、チンはやだよね、うん、あっちのチンと違うからね、うん、チンはチンでもね、うん、チーンってね、やだね。ああ、ねえ、姉ちゃん。ってよ。もうちゃん、チン笑うって。ずこーって。ちくわちゃん。ってよ。あかりちゃん、よせさん配信してるから。どうしようかと思ったみたいって。あ、そうだ。ペリカンさん、よせさん、下ネタ、初コメって。ありがとう。うん、初コメさん、ありがとう。ありがとうね。うん、またね、お待ちしてますからね。ありがとう、ペリカンさん。ありがとう。浦先生、最近、慎吾さん、配信よくしますね。そうですね。うん、あれも大変な子だからね。どうしようもないよ。うん、大変。ね。うん、浦先生、ベリタさん、ヨシエさんと慎吾さん。どっち見たらいいんですかって。ありがとう。ああ、私信号とずれてやってるつもりなんだけどね。ありがとう。ありがとう。栗まんじゅうさん、残り15分だよって。ありがとう。ありがとうね。あかりちゃん、よせさん見て、信号さん見るって。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございますね。ありがとう。本当ありがとうね。うん、よかったよ。うん、あ、いろいろあるね、人生ね。うん、ね、しゅんちゃん、ナイスが増えるよ。ミスタードーナツってね。そうだね。うん、パーナちゃん、しんごさんに無理のない範囲で稼ぎますってね。ダブル一期一会取れたらこれからも頑張ってくれるかも。泣くってね。そうだね、うん、そうだね、パーナちゃん。慎吾、うん、はね、借金がいっぱいあるから困るんだよね、うん、ね、私がね、いろいろ払ってやったからさ、年金少なくなっちゃって。オラもオラの年金たったの12万だっぺよ。ずっと払ってよ。1ヶ月30万も支払いがある子いるかい。ね、
だから頭にくるんだよ、うん、だから私はね、説明したよ、うん、説明、通帳が3つあって、ここに年金が入って、こっちは引かれる金だよって、郵便局は引かれるんだよ、片っぽはあのリソナーはちょっと投資やってるからってね、うん、言ったんだよ。3つ見せて、お前にこんなに下ろされたら、郵便局なくなったらどっから下ろすんだって私説明したよ、うん、そうしたらそうだねって、これだけじゃあ持ってくる金ないねって言うからさ、うん、今度は自分で頑張るって言うからさ、パチンコと配信で頑張るって自分で言ってたよね。自動車税の時間、そうだよね、私はねって笑うってね、ねねちゃん、慎吾さんに投げてくれた人のアイテムで無駄遣いしないでほしいねって、本当だよね、ねねちゃんね、うん、それとさ、コンビニで弁当食ってさ、1700円も食っちゃまずいよ、うん、ね、1ヶ月30万も支払いになったら1700円も食わねえで、うん、私だったら、うん、使わねえ、うん、ちくわちゃんピンチだなって、そうだよ、うん、私信号取られなければ全然ピンチじゃないんだよ、あの子がみんな取っちゃうんだよ、私の年金結構あったよね、車検も来るよって、本当だよ、栗まんじゅうさん3食食べたらおーっとだって、本当だよね、こちらリアルキューピーちゃん、このままだと破産するって、本当だよ、うん、ね、うん、県民税いらない、消費税廃止、こちらスリッパなんでなかったって、スリッパ返したんかさ、返してねえんじゃない、返した、うん、自動車乗らねえからわかんねえ、うん、あーしげしげちゃんありがとう、ありがとうしげしげちゃん、風船2個ありがとう、ありがとうしげしげちゃん、ありがとうございます、ありがとうございますね、あかりちゃん、しんごさん大食いだもんね、食費大変だ、そうなん、スリッパまだかい、笑うって、わかんない、乗ったことね、しんごの車、うん、あやかちゃん、おばあちゃん大丈夫ですかって、ありがとう、うん、栗まんじゅうさん、スリッパゴミ袋に入っていそうだってね、ちくわちゃん借金どうするんかねって、本当だよね、ねねちゃんスリッパは一生返しませんよきっとってね、そうだね、今日もさパーナちゃんが言ってくれたんだよ、しんごさん、あの生ゴミの袋捨てた方がいいんじゃないって言ってくれてたよ、パーナちゃんが、うん、私見てたんだもん、うん、もうないと同じだね、スリッパなくってね、うん、スリッパ一生返しませんきっとってね、そうやることはきちんとしないとダメよね、人間ってね、スヒョーンちゃん、シンゴはって、シンゴね配信やってるんだって、うん、もう今ね始まったって、うん、だから自分でねやって自分で返しなさいって言ったの、うん、そうじゃないとね私ね、うん、困るよね、モーさんきっと、うん、汚い車の中って、そうでしょ、車汚いよね、うん、部屋だって汚いよ、あすごいね、障子は破れてるしね、見ててわかるよ、パーナちゃん昨日はせめてアメリカンドッグ温めてくれて行っておいたってね、そう、うん、ドッグ温めてくれって言っておいたって、笑うってね、パーナちゃん言ってくれたもんね、しんごさん生ゴミの袋あれうちゃりなさいよって言ってくれてたね、うん、みっともないね、3つもね、うん、あれ腐るよ中が、洗ってね、私パック洗ってきれいに袋入れる、うん、洗ってね袋入れてまた違う袋入れる、二重にする、うん、
ドラえもんさん、しんご、あ、今配信してるねって。そうですか、ドラえもんさん。え、なんか変わったね。桜の花みたいに綺麗。うん、リアルキューピーちゃん、しんご、米拾うのって。拾わねえよ。うん、ジェイさん、キューピーちゃん、米拾わないよ。うん、ジェイさん、ヨセさん、こんばんは。今日は息子を配信してましたね。うん、今もやってるって。うん、ジェイさん、うん、ありがとう、ありがとうね。パーナちゃん、生ゴミ臭くなりますよ。おって言ったら、知ってます。笑うって返されたって。そうでしょ、うん、私がいくら言っても、うちゃらねえんだよね。で、出すし、知らねえのかな。ジェイさん、シンゴ配信より、ヨセさんの配信の方が面白いって。ありがとう、ありがとう。うん、ねねちゃん、パナちゃんの言うことをちゃんと聞いてくれれば良いけど、無理、ぽいかもって笑う。そうだよね、今までの経過がそうだもんね、なんでもね。ね、そうでしょ、ね。借金がうんとあったらさ、牛丼はいくら安いったってね、うちにあるカップラーメンでも食えばいいじゃん、いっぱいあるんだからね。自動車出ればガソリン代かかるね、もっと自分で詰めないとね。私が一生懸命働いてきた年金下ろされちゃ困るよ、こっちもね。ね、私は全然こう回してますけどね、信号みんな取られたら困るよ、私もね。ね、ジェイさん、信号はしっかりしてくれる、相払おかなくていいのに。そうだよね、うん、ジェイさんの言う通り、うん、でもあの子絶対やらない、お墓掃除絶対やらない、自分のゴミも打ちられない。今日はね、段ボールとね、資源ゴミだから段ボールとあ、新聞と布を出す日。じじいに言っといたら、じじい寝てて出してくんねえよ、あのじじいもダメだ、うん、ダメだよ、うん、ね、みんな当てになんねえやつべ、うん、でも慎吾よりはいいよ、じじいの方がやってくれる、墓場掃除やった。ゆずみちゃん、とんでもない、応援する、豚さんをプレゼントしましたって。ありがとう、ゆずみちゃん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。にゃんにゃんちゃん、笑うってね、そう、うん、親の年金に手をつけるのは許せんって。そうでしょう、ねねちゃん、うん、私まあ結構たまってたんだよ、年金。うん、私ね、年金結構あったんだよ今まで。私あんまり下ろさないから、うん、下ろさなくて済むときは下ろさない、うん、そう、年金が来たからってパラパラ使わないよ、うん、あれに取られちゃうんだよね、うん。メイリンちゃん、こんばんはって。こんばんは。金遣い荒いとダメだよ、うん、やっぱりね。リアルキューピーちゃん、いろいろやってるって。1ヶ月チャレンジもうやむやになったしって。そうでしょ、あの子さ、カードをやったっつったろ。あのカードね、固定資産税も今月来るよって。ちくわちゃん、そうなん、うちはね5月、うん、5月固定資産税、うん、私一括で払うんだよいつも、うん、旅館行ってたからね、滞納じゃなく一括で5月でパッと土地代と両方払う、うん、固定資産税、生活以外にね。どうやって稼ぐとか、カードを売るって。カード売ったんだよこの間、うん、言った、慎吾、やる気聞いた、うん、余生さんがいなくなったらってね。カードバカだからさ、うん、カードバカだから、うん、うちは5月一括無理だって。そうなん、キューピーちゃん、私一括でね払える。でもね、元本が少なくなった、もう、うん、年金があればね持ってきられた。結構年金溜まったよ私。
でも12万だよ今。年金12万になっちゃった。ね、年金いくらだったと思う？155、100、あれから1回出たから175万ぐらいあったよ年金。ほんだけ貯めてよ、うん、それね、郵便局に持ってくるんよ、なくなれば。郵便局がうまく回ってる時は年金下ろさないから私。それ今12万だよ年金が。12万だよね、参ったね、ひどいね。でも、うん、そうだよ、自動車税ももうすぐですね。そう、あとさ、聞いた？カード売ったっつん聞いた？みんな聞かない？うん、カードがすごい儲かったんだってよ、信号、うん、なんかすごいって言ったで、190万ぐらいになったって。それがあったらじゃな、あら払えるなって、私安心してたんよ。そうしたらさ、それ全部カードをまた買って全部なくしたって、190万をいっぺんに。バカだね、190万あったらどんだけ借金払えるね。頑張って貯めたよしえさん、お金すんごー渡さないでね、ありがとう。ちくわちゃんって、ありがとう。あ、じえさん、よしえさん、生活費たしにって、ありがとう。いちご、ありがとう、ありがとう。なおちゃんって、ありがとうね。もう終わる、うん、あと2分か。どうしようもない子だね。私そう思うよ、うん、部屋はめちゃくちゃね、障子は破く、うん、あかりちゃん、よしえさん、今夜もありがとうございました、お疲れ様でしたって。私自分の子でも呆れるよ、うん、生活だから説明した。3つ通帳持ってきて、これでここでこっちがなくなったらこう回すんだよって、あなたのおかげでこんなになっちゃったよってね、うん、りそな銀行もね結構あったんだよ、90万ぐらいあった。今7万だよ、7万残金が。りそな、うん、投資信託の分配金、うん、ね、今7万、おいで年金が12万だよ。あ、郵便局終わったらどっから持ってくる、やばいね。そうでしょ、ちくわちゃん、金遣い荒いんだよ、うん、ね、うん、そうだよ。おいしたら今度はしょうがねえから財産減らすよ、投資を100万下ろす、うん、下ろすよ。パーナちゃん、今日も配信ありがとう。あまり力になれなくてごめんね、信号イベント保存しとくね、ありがとう。パーナちゃん大丈夫だよ、ありがとう、ありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう。皆さん、あ、消えちゃうから言っとくね、遅くまでありがとうございました、ありがとうね、ありがとうございます。私いろいろ ね悩みあるんです、あの子に対して、うん、あの子いなければ全然暮らし困りません。ありがとう、ありがとう。村先生ありがとう。ワインで KP ありがとう。おやすみなさい、ありがとう。キューピーちゃんお疲れ、おやすみ、ありがとう。ねねちゃん毎週ありがとうって、ありがとう。あ、オリーバーちゃんありがとう。ミスターオリバーちゃん、ハートに乗せてメッセージを送ります。よしえさんってありがとう、ありがとう。オリバーちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、本当に、うん、あれありがとう。オリバーちゃん、お前が会った、ありがとう、ありがとう。オリバーちゃんありがとう。お前が